福岡県ワンヘルス国際フォーラムでの発表の場をいただきありがとうございます。私は OIE の東京のアジア太平洋地域事務所から参りました。本日はアジア太平洋地域における OIE のワンヘルスに関連した活動についてご紹介します。まず人獣共通感染症のデータからですが、人獣共通感染症は動物から人に感染する疾病で、逆は人から動物に感染する疾病です。60%の人の感染症は人獣共通感染症で、多くは動物由来です。もちろん、ワンヘルスは人獣共通感染症だけでなく、その他の健康への脅威、例えば抗菌薬耐性や環境災害など、あらゆる種への影響する脅威を考えなくてはなりません。ワンヘルスアプローチのもと、人と動物、両者に脅威となる疾病に共同で私たちは取り組むわけです。人獣共通感染症や動物、人、そして植物の健康の境界をまたぐその他の脅威に取り組むにおいて、このような多面的アプローチが大切です。動物の健康において野生生物も忘れてはなりませんし、環境の健康も重要です。OIE 本部はこのスライドで、環境、動物、人の健康はお互い関連し合っており、私たちの未来を守るにあたり、野生生物も重要であることを示しています。健全な環境には回復力を持って繁栄する野生生物がいることが、人の健康や社会経済の幸福の繁栄にも基礎となり、野生生物の健康は人、家畜動物、農業が依存する生態系やサービスの維持にも必要であり、環境、動物、人の健康は相互に関連し、究極的には相互に影響し合います。人による環境への影響は微妙なバランスで成り立つ生態系やその健康を変えます。野生生物の減少は広範で実質的な結果をもたらし、受粉、病虫害管理、食物連鎖、土壌生産性、生計、生物多様性保全に影響します。こうして従来の獣医学的アプローチから包括的なワンヘルス的アプローチへと変化が見られます。具体的にワンヘルスアプローチとはどのようなものでしょうか。他分野の専門知識を用いて人獣共通感染症や交尾生物薬耐性に取り組むことであり、これにはいくつか鍵となるポイントがあり、それらは戦略的計画立案と緊急対応、人獣共通感染症のサーベイランスと情報共有、調整の取れた調査と対応、人獣共通感染症の脅威への合同リスク評価、リスクの低減とコミュニケーション、コミュニティの関与、そして人材開発があります。OIE がワンヘルスにどう当てはまるかと思われるかもしれませんが、ここで述べるのは OIE の構造や基準に関してです。多分野アプローチを世界または各地の活動例として次に示し、そして最後に OIE における新しい作業プログラムについて述べさせていただきます。OIE は有益対応のため1924年に設立された。当時フランスが拠点でした。そして現在も本部はパリです。国際獣疫事務局から2003年には世界動物保健機関となり、5つの地域代表事務所と7つのサブ地域代表事務所があります。2020年のメンバーの数は182です。代表者1人につき1票、8人の国別フォーカルポイントが任命され、代表を補佐します。これら疾病報告、食品安全、動物福祉、水生生物、コミュニケーション、獣医研究所、動物医療品および野生生物、現在の OIE 戦略には3本の柱があります。そして適切なリスク管理による動物の健康と福祉の向上、透明性とコミュニケーションによる信頼強化、公衆衛生の第一線での獣医サービスの支持と強化があります。
第6次計画は2016年から2020年にわたり、第7次戦略計画が最終化されています。グローバル化によりアニマルヘルス対策は動物や動物製品の安全な国際取引を促進し、不要な貿易障害を回避する上でますます重要となってきています。このため、衛生植物検疫措置の適用に関する SPS 協定は WHO 世界貿易機構加盟国に対して衛生上の措置を国際基準、ガイドライン、勧告に基づかせることを奨励しています。OIE は動物衛生と人獣共通感染症の基準における WTO の参照機関です。OIE は陸生と水生動物の2つの規約コードと陸生及び水生動物の2つのマニュアルを WTO の加盟国の参照として出しています。陸生及び水生動物衛生コードはそれぞれの動物と動物製品の国際取引上の衛生安全確保を目的としています。従来コードは動物衛生と人獣共通感染症対象にしていましたが、最近では世界の動物衛生向上という拡大した OIE の目的に沿って、動物福祉、動物生産、食品安全にも拡大しています。衛生動物の診断及びワクチンに関するマニュアルと、水生動物の診断に関するマニュアルは、国際的に合意された検査室診断手法を示して、調和された疾病診断アプローチを提供しています。新たな科学情報が明らかになると、OIE は確立された透明かつ民主的手順を踏んで、定期的に国際基準を更新しています。基準は毎年5月に開かれる年次総会で各国代表により承認・採択されます。獣医サービスの一助として OIE は勧告やガイドラインも出しています。それらは獣医学教育のコアのカリキュラムや獣医学部卒業時に必要な能力に焦点を当てた獣医学教育や多くの国の獣医サービスで重要な部分を占める獣医助手向けのガイドラインもあります。獣医学教育、獣医関連法規、実験室に関するツイニングプロジェクトの手引きも入っています。獣医サービス実践評価のための OIE ツールである PBS は、加盟国における獣医サービスのギャップ分析、能力向上に有用です。OIE の出版物はウェブサイトから入手可能です。サイトは www.oie.int です。5つの地域代表事務所にもそれぞれウェブサイトがあり、各地域に関連性の高い資料や情報が強調されています。アジア太平洋地域事務所のウェブサイトは www.rr-asia.oie.int です。OIE の主要領域にはそれぞれポータルがあり、ワンヘルスのポータルは www.oie.int/onehealth です。ここにはワンヘルスの概要と関連トピックへのリンクがあり、私はこの発表のインフォグラフィックスの多く、これはこのサイトから取っています。皆さんもご自身のコミュニケーション資料として使っていただけます。ワンヘルスには多分野アプローチが必要と先ほど申し上げましたが、実務的にはどのようなものでしょうか。ワンヘルスは多分野アプローチで学際的共同的なもので、人、動物、環境をまたがる健康への脅威に取り組むもので、その核にあるのが動物、人、生態系の接点でのリスク管理のグローバルな戦略です。
国糧食糧農業機関 FAO、OIE と世界保健機関 WHO は2010年に調整メカニズムとして3機関のコンセプトノートを発表しました。このパートナーシップにより3機関の調整が向上し、世界、地域、国、地方レベルでバラバラだった取り組みが統合され、動物、人、生態系の接点の健康リスクに効果的に取り組むことが可能になります。2018年、各事務局長が3つの優先課題に取り組み、パートナーシップを強化する覚書を結びました。この3つとは、人類共通感染性のインフルエンザ、薬剤耐性 AMR、 狂犬病と植物経由を含む新規および流行性の人類共通感染症で、健康制度の強化に力点が置かれ、3機関は多分野間の調整メカニズムを強化し、ワンヘルスのアプローチで健康リスクに取り組むためのいくつかの出版物を各国に提供しています。主要な文献は、多分野間のワンヘルスアプローチを用いた各国における人類共通感染症に取り組むための3機関の手引きで、2019年にグローバルな3機関が作成・出版したものです。一般には3機関人類共通感染症ガイド TZG として知られています。 OIE のグローバル及び地域代表事務所のウェブサイトから入手できます。TZG は人、動物、環境の接点での人類共通感染症や AMR や食品安全といったその他の健康への脅威に取り組むように作られています。各国が使うことを念頭に、あらゆる関連分野を含め、実施におけるベストプラクティスもあり、各国の経験に基づいています。このガイドはいくつかの領域で国の能力強化のための手引きや運営用ツールを提供しており、それらの領域は多分野のワンヘルス調整メカニズム、計画と備え、サーベイランスと情報共有、調査と対応、合同リスク評価、リスクコミュニケーション、そして人材開発です。また、これらの活動のモニタリングと評価の手引きも入っています。これら領域での国の能力向上だけでなく、TZG では限られた資源の最も良い使い方の手引きも含みます。人数共通感染症管理の効率や効果を上げることで、活動の重複を避け、コストが下がり、低栄養や貿易慣行の制限といった社会的損失が減り、健康上の成果が上がり、相乗効果と調整によりパフォーマンスが上がります。最近、グローバルの3機関によって TZG の提唱者や実践者が TZG を使いこなすための無料オンライントレーニングができました。グローバルの3機関同様、アジア太平洋地域の3機関もワンヘルスという傘の下、分野横断的協力の中で、特に AMR、 狂犬病、鳥インフルエンザなどの人数インフルエンザに焦点を当て活動しています。地域3機関は FAO、OIE、WHO の3つの国際機関の地域事務所から構成され、2010年以降、定期的に地域ワークショップを開いて、アジア太平洋地域の多分野での協力を強化しています。近年焦点を当てているのは、新興人数共通感染症、犬による人の狂犬病、AMR、そして食品安全です。2020年には地域3機関による狂犬病のウェビナーが、5月は南アジアで、また9月28日は世界狂犬病の日の地域イベントとして開かれました。6月には世界食品安全の日に3機関と世界食糧計画でイベントを開催しました。11月18日から24日は世界抗菌薬啓発週間で、今年は3機関と UNEP でウェビナーを開きました。OIE がワンヘルスのアプローチを取る活動には様々なものがあります。トピックとしては、これまで述べてきたものに加えて、野生生物の健康、獣医サービスの能力低下、顧みられない人類共通感染症、越境性動物疾病があります。
この写真は第8回人動物生態系インターフェースでの多分野協力に関するアジア太平洋ワークショップで撮られたもので、2019年バンコクで開かれました。先ほど国の獣医サービスを評価する PBS について述べました。国際保健規則に基づく人の健康に関する同様の評価もあります。OIE と WHO はこの2つの評価を結ぶため、国のブリッジングワークショップを開き、各国内の分野の協力を推進しています。OIE はパートナーと協力して、重要なメッセージに関するインフォグラフィックスも作成します。例えばこれはコロナ禍における食品安全に関するものです。これらは AMR の様々な活動を描いています。2019年ブータンでの会合では抗菌薬のサプライチェーンの議論から抗菌薬使用のモニタリング支援が取り上げられました。 OIE のコミュニケーション資料の多くは地域内の各国で使用できるように多言語に翻訳され、地域ウェブサイトから提供されています。地域産機関は地域内で使うための AMR のビデオも制作しています。2019年に出した1本は AMR に支配されないようにというタイトル、2020年の1本は AMR の拡散防止というものです。最近ではイベントのほとんどがオンラインですから、インターネットで広められるコミュニケーション資料は以前にも増して重要です。最初の疾病例は狂犬病についてです。死に至る疾患で人の 95% は犬による咬傷に関連しています。狂犬病に関しては世界狂犬病予防連盟 GAG との協力のもとでグローバル産機関の取り組みがあり、犬の咬傷による人の死を2030年までになくすことを目標としています。グローバル戦略計画も作られました。第一の目標はワクチン、薬、ツール、技術を効果的に用いた人の狂犬病リスクの低減。第二の目標は影響を生み出し、覚醒し、測定する手引きとデータの提供。最後、第3の目標は、多様なステークホルダーの関与によりコミットメントの維持、そして資源の維持です。国内活動に関連して、地域産機関は様々な合同イベントにも積極的に行っています。2020年にはウェビナーをシリーズ化し、世界狂犬病の日にもウェビナーを行い、通常 OIE は狂犬病のハンズオントレーニングやラボラトリートレーニングも実施します。例えば2019年には中国の長春の OIE 狂犬病レファレンスラボラトリーのトゥー先生のチームがフィリピンとマレーシアでトレーニングを行いました。今年は OIE ではバーチャルのラボトレーニングをサークメンバー対象に、インド・バンガローで最近認証された OIE 狂犬病レファレンスラボのイスライン先生のチームが行いました。フォローアップのトレーニングは実際のハンズオンワークショップとして実施したいと考えています。もちろんこれは新型コロナによる渡航や集会の安全性の状況次第です。AMR の社会的・地域的重要性は皆さん認識されていると思います。OIE とパートナーは AMR 対策として多くの文書を作成しています。AMR のグローバルなアクションプランに沿って、OIE-AMR 戦略と抗菌薬の慎重使用が2016年に出版されました。AMU の抗菌薬使用チームと OIE 本部の獣医製品チームからこれからお見せするスライドをお借りしていますが、毎年 OIE は動物園の抗菌薬使用データを提出し、それが解析され報告書が出ます。第4次報告書は2020年初頭に出版され、第5次回収データが現在解析中で、2021年初頭に報告書が出る予定です。第6次は2020年9月すでに始まっています。今年3月4月には抗菌薬使用データ収集に関する一連のウェビナーがこの地域で準備され、プレゼンテーションは地域ウェブサイトに出ています。
第4次報告書のこのグラフは、陸生及び水生食用動物への抗菌薬使用量を示し、縦軸は1キロの動物バイオマスあたりの抗菌薬使用量をミリグラムで示しています。残念ながらご覧のように、アジア太平洋地域は動物への抗菌薬の使用量が最も多く、世界平均のほぼ2倍です。もう一つの懸念は、動物の成長促進剤としての抗菌薬 AGP です。この目的で使われる抗菌薬の数と使用していると報告している国の数を示しています。まだ AGP を使用しているのが35カ国、そのうち9カ国がアジアです。OIE はリスク分析のない中での抗菌薬の成長促進剤としての使用を段階的に止めるよう各国に奨励しています。AMR の意識向上のためにステークホルダーに対するコミュニケーション資料を作ることが大切です。これらのインフォグラフィックは、抗菌薬は動物の良きヘルスケアである場合に限り使うという5つの限定ルールとして、抗菌薬使用の有料事例を示すために作られました。つまり、必要な時のみ使う抗菌薬は感染症をすべて治癒するものではない。獣医が処方した時のみ使う。認定されたところ小売店からの抗菌薬しか使わない。処方された用量のみ使い、処方通りに使用終了する。地域のイベントや活動は OEA の地域のウェブサイトに詳しく載っています。AMR 専用の活動と情報のページもあります。この中には以前のイベントや資料へのリンクもあります。例えば OIE は地域で動物への抗菌薬の使用量と使用パターンのモニタリングに関する13の国内ワークショップを開催しています。AMR 封じ込めセミナーが9回、獣医学教育機関、家畜及び養殖業に向けて開かれ、先ほど言いましたように今年3月4月には動物への抗菌薬使用ベータに関するウェブナーがあり、7月には東アジアのメンバーと AMR アクションプラン実施について検討しました。毎年11月18日から24日は世界抗菌薬啓発週間で、今年は地域事務所が水生生物とコンパニオンアニマルへの抗菌薬の責任ある慎重使用に関するウェビナーを開きました。また、OIE は各国への支援活動も行います。例えば、コミュニケーション資料の現地言語への翻訳です。このポスターはネパール語です。11月24日は3機関と UNEP が将来の抗菌薬使用を先導する若い世代や学生、そして専門家を対象にウェブナーを開きました。2020年注目を浴びた領域が野生生物の健康です。OIE は動物の健康と福祉の中に常に野生生物を含めていました。しかも、今はかつてないほど野生生物に関してワンヘルスで行動することが重要になったわけです。このため OIE は野生生物健康管理枠組みを作りました。OIE 本部とワーキンググループメンバーからこれらのスライドをお借りしています。新興人類共通感染症のリスクは、人、野生生物、家畜の相互作用増加により高まり、人、動物、環境の接点では複雑な伝播経路があり、これらは健康、社会経済システム、生物多様性、食品システムの持続可能性に影響し、その主たる上溯因子は、森林伐採とその他土地使用の変化、集約農業と家畜生産、抗菌薬耐性、不法かつ規則の行き届かない野生生物取引、そして気候変動があります。今年 OIE 野生生物ワーキンググループはステークホルダーと共有する情報づくりに力を入れ、結果としてできたものが野生生物取引と新興人類共通感染症に関するステートメントです。またワーキンググループのメンバーのビデオもあり、そして IUCN、SSC、WHSC との合同ガイドラインとして、新型コロナ流行時代における放し飼いの野生哺乳類についての対応が出ました。OIE コミュニケーション部がインフォグラフィックも作りました。
これはペットに対する衛生面でのベストプラクティスや野生生物取引などが取り上げられています。特にこれは人の健康、動物の健康と福祉、そして生物多様性の相互作用をステークホルダーに伝えるものです。このインフォグラフィックは野生生物を食する一般の人を対象にしています。人の生存においてこれは必要な場合もあり、OIE は野生生物の疾病伝播を回避するベストプラクティスを伝えています。この対応支援として OIE は野生生物健康管理枠組みを作っています。これにはいくつかの目的、成果物などがあり、全体としての目標は、人、動物、生態系の接点で、野生生物、家畜、人の間で、病原菌のスピルオーバーのリスクの事前の低減、そして管理があります。大きな目標達成のために下位の目標もいくつかあり、まず第一に OIE メンバーが野生生物取引と野生生物の持続可能な使用のための野生生物健康管理のベストプラクティスを実施し、第二に OIE メンバーは病原体のスピルオーバーの予防、早期検出、低減、通知の能力を向上するという目標があります。これらを達成することで挙げられる成果は、第一に統合された野生生物健康管理とサーベイランスシステムの能力向上と多分野間の協力強化、第二に獣医サービスを可能にする政治的・政策的環境の形成、第三にリスクとその低減について重要なステークホルダーや意思決定者の知識や意識の向上です。また6つの成果物としてのアウトプットがあります。第1、多分野での調整能力の強化、協力の強化。2、野生生物健康管理能力の強化。3、質の高いデータ収集、報告、解析とその使用の向上。4、ガイドライン、基準、リスク削減戦略の更新。5、科学的知見の開発、伝播。6、意識向上ツールの作成、普及です。野生生物ワーキンググループが最も関心を寄せるのが4のガイドラインや基準の特定、リスク低減戦略です。進行疾病に関するワンヘルスアプローチのために忘れてはならないのは、獣医サービスが野生生物やその取引の慎重なサーベイランスによってスピルオーバー事象予防に役割を果たせるということです。OIE は将来の健康危機への対応及び回復力強化を支援しており、野生生物の重要性を OIE のトップが示すものとして、このようなメッセージをモニーク・エロワ事務局長が出しています。OIE は野生生物のサーベイランス向上、獣医サービスと野生生物セクター関係の強化、野生生物取引基準を設定し、疾病のスピルオーバー予防に努めます。環境、野生生物、人の健康は相互につながっています。それぞれのセクターを共に考え、協力し、そしてそれぞれのセクターに橋を架け、ワンヘルスの下で共に一緒に仕事をいたしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。OIE のソーシャルメディアをフォローし、その最新情報を入手してください。